毎朝こんな感じで二人とも可愛い状態です。これを外から見たいっていうのはまあそのうちね、朝から出てないとダメだね、外ね。一人はそーっと出といて、一人はうちで携帯で知らせる。それまで外で待ってるのかい。それかもう外にカメラをセットしとくだな。でもね、本当にね、ガラスにね映っちゃってね、外からなかなか見えにくいんだよね。それがどのくらいちゃんと見えて映るかだよね。まあね、あの光がちょうど当たってるからここに来てるのね、うん、その反射でおそらくは見えないかもしれません。そうなんだよね。でもゴミ捨てに行くと見えないもん、ね、うん、まあ見えるんだろうなと思いながら、可愛いんだろうなと思いながらいるのが一番幸せか。角度がね、結構上からだったら見えるかもしれないから、うん、ドローンだね。でも外から見るとドローンで監視されている家に見えるね。やばいじゃん。人からだって見上げるとさ、ガラス窓に映っちゃって見えないからね。はい、朝おはようの時間でした。ポンちゃん。最近のポンちゃんのベタベタと甘えっぷりがすごいね。可愛いよね。お腹。ポンちゃん。ちゃんくんは前から変わらず甘えん坊さんでございます。はい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 、思わず噛んじゃうところも変わりません。ちゃんくん、また甘えてますね、ちゃんくん。甘えてるよって。さっきまでポンちゃんにのしのしってのしなられ、乗っかられて寝てたからね。うん。ちょっと重たくなって出てきて甘えたのね。うん。はい。そうなんですって。ポンちゃんに甘えられてたんですよ。ジャン君、ポンちゃんはここです。見えるかな。じゃあ行くな、ほふく前進。ジャン君、はい、ジャン君おいで。はい、これやりましょう。はい、でもうちょっとこっちへで。ジャン君、ガラスにしてもらえるの？移動。ジャン君。あ、そっか、ダメ。だだ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 。はい、はい、はい。はい、また移動。はい、はい、はい。はいはいはい、もう届かない、そこは。ジャン君、ジャン君なんか遊んでくれるらしいけど。ジャン君行くよ。はい、これ。さっきね、一人で遊んでたの。ジャン君、でね、ジャン君行くよ。はい、はい、ちょっとあれ遠い。あ、いたいたいた。あれ、間違ってる。違うやつ、そいつじゃない。それじゃない、ジャン君。
もうちょっと先。向こうだよ。じゃあもうちょっと先なんだけど。ウリ？いっか。カエルでもいいよ。ちょっと大きいんだよね、カエルくんだとね。大きいんだよ。はい。こんなものが届いております。ですね。もう届いているはずだという連絡があったんですけど、届いてなくておかしいなと思っていたら、そういえばうちには宅配ボックスがあったんですね。宅配ボックスの中に入ってました。ごめんなさい。申し訳ない。おそらくは、でもずっと家にいるうちなので、気づかないはずもないような感じに思っていましたが、何かのタイミングで多分ピンポン気づかなかったんでしょうかね。宅配ボックスの中にちゃんと鍵を閉めて入れてありました。そこに気がつかずに今までいました。うん、2日ぐらい経っちゃったかな。ということで、開けてみます。じゃらーん。はい。これから冬ということで、リバーシブルホットヒーター M。いただいちゃいました。ありがとう。ママありがとう。ジャン君とポンちゃんが窓辺で、ヒーターに乗っているのを見てですね、おそらくはこれを、送っていただいたようです、うん。ありがとうございます。ちょっと開けてあったかまってみましょうか。はい、ここにもいます。ポンちゃんのお気に入りです。はい、チャラーン第2弾。開けてみました。ここモフモフです。はい、今電源をつなげてみました。鼻声になっちゃった、くしゃみ出ちゃった、こっちの方が強いだ ね, ね。はい、この触り心地のいいやつを、今までのと入れ替えます。新しいのになったからきっと快適になるんでしょうね。あとはちょっと思ったのはね、うん、いつも寝てるベッドの下に入れてあげたり、はいはい、このこたつ、おこたの下に置いてあげたり、うん、ね、前のやつをじゃあそうしようかな。中にはちょっと入らないと思うので、うん、この下に敷く、うん、そう、下に敷いたら本当にこたつみたいにぬくぬくみたいなね、うん、はい、ということでこの冬をこれで乗り切ります。ありがとう。はい、ジャン君、早速お乗りいただきました。どうもようこそいらっしゃいました。ここ触り心地いいでしょ。明日の朝またお二人で乗ってくださいね。